孫子いる？孫子いないんじゃない？来てないね。クリスクリスさんおはよう。いかがお過ごしですか皆さん。今日から2日間は長英さんの付き人をさせていただきます。付き人を介して、よくねなんかさっきもなんかあれしたんだけど、なんだっけな、なんつったんだっけな、あのご機嫌取り、長英さんのご機嫌取って何が面白いんだとか、ご機嫌取ってどうすんだとか言われてますけど、あの自分から志願して、であの方はもうすごい何でもできちゃうんですよ。喋りもすごいし頭もいいして、何か少しでも得れるかなと思って、何か少しでもパクりたいなと思って、毎回毎回ね、あの千秋さんと会った後僕メモを取るんですけど、何かヒントを得るとか何かパクろうとして、付き人させていただいているという形ですね。だ当然利用してやろうとかそういったことは一切なくてですね、もう本当にちょっと何かを得てやろうと、パクってやろうというノリでいつもおります。はい、ですからよくなんつうんだろう、ご機嫌取りも今日もご機嫌取りですかとか言うやつらとかいると思うんですけど、そんなのこっちの勝手じゃんっていう話ですからね。ねえ、てめえの勝手でしょっていう話だからね。俺が憧れてる人に時間を費やすのは何がいけないんだっていう話なんですよ。で今年もからライブもね、あのゼキシンの方にお願いしてくれるということでね、本当にたまらんですよ、こっちとしては。あんなにライブでも喋れる人いる？ライブでも一人で喋れて、しかもあれサブチャンだからね、サブチャンであのライブで月200とか出しちゃうんだよ、余裕で。でね、メインチャンネルの方でも収益も相当だし、あんな一人で全部こなせる人なんかいないよ。で漫画にも出ちゃうでしょ、漫画に出ちゃうというか漫画になっちゃったでしょ、アニメに。ねえ、すごいぞ、それのご機嫌取りだ。もう全然大いに結構だよ、俺なんかよりも天と地の先が、天と地の差があるわけよ。その人たちから、その人から何か得ようとしたらなんかまずいんすかっていう話でしょ。千秋さんすごいよ、サブチャンでライブやってあれだからね、登録者月2000人増えてっからね、すごいよ。このかそってるアウトロー YouTube って言われてる中で、あの人はもうズバ抜けちゃってるよ。もうその人のご機嫌取りもう大いに結構、本当に大いに結構っていうか、もうそういう風に思われてるだけでも嬉しいわ。